ちょっとマネージャーさんに聞いてみました。とっても美味しかったです。二種のキンパ、もう10時だけど、このあとミニうどんをお昼に食べようか悩む。結構がっつりだったな。とろろミニうどん買いました。いつもだったらラーメンとか買うけど、ちょっと一瞬ロキソニン持ってきます。
すいません、ロキソニン飲んできました。いやね、今ねロキソニン飲みながらサホさんとミオンに、あのいつもお世話になってるトレーナーさんの病院があって、そこで電気とかで直してくれるんですよ。でそこってまだやってるとか、メンバーいけるかなって聞いたら、2月いっぱいで亡くなったよって言われて、え待って、昨日までだったんだけど、そんなことある？2月いっぱいで亡くなっちゃったみたいだよって。え、死んだんだが、そうでしょ、ちょっと待って、そうでしょ、めっちゃ無理、痛い。そして私コンタクトケース忘れてるし、プロがおひな様のひな祭りありがとう。いてよいてよ、困りましたね。PM。ちょっとテロップ消そう。なんか横になるところがさ、もう。メンバーの荷物でいっぱいで慣れなくて、今日はレッスン終わってからテロップが返ってきちゃった。レッスン終わってからは縦稽古縦稽古とダンス稽古です。舞台のどうしても明日病院に行きたい。ちょっとてかマネージャーさんにさ、メンバーって行けますかねって相談できたりしますかって確認取ったらさ、その間にサホさんにさ、亡くなったみたい、亡くなったよって言われてさ、えっていう、ちょっと待って聞いちゃったっていう、一瞬亡くなったって聞きましたって LINE しとこう。